私の名前は田中貴博です。今42歳です。大学を卒業して建築を学んだと思いますが、その後一回会社に入られて家業を継いだのはなぜですか？なぜと言われても困るんですが、まあ、子供の時からずっとこの親父の仕事を見ていたので、ゆくゆくは後を継がないかなといけないと思ってまして、親父の後を継ぎました。特に理由はないですが、私は、ここの仕事がやっぱ子供の時から好きだったので後を継ぎました。主にカンナとノコギリ、あとはノミ、この辺です。親父に教えてもらいました。教えてもらったっていうことはほとんどないんですけれども、親父の仕事を見て、自分で、勉強しながらやってました。題材使う材料は針葉樹を使いまして、大体ヒノキとか杉系が多いです。この木工技術、木工作品が将来どのようになると思いますか？多分作る人次第によって変わってくると思うんですけれども、ほぼ大体の職人さんが作ってるもののままこのままいってしまったら、この日本のこの今のこの組子という技術は、なくなってしまうと思います。ただまあ作る職人がいろいろなものを、新しいものとか今の時代に合ったものを作ることによって、変わっていけるもんだと思ってます。Thank you.